こんにちは、猫筋です。本日は、雪山の頂上を目指したいと思います。方法は、前回紹介した天空要塞の階段を雪山の頂上と同じ高さまで伸ばし、そこから足場をつなげます。映像は、階段建築に使われる最後の木材を運んでいるところです。高いですねようやく到着です。木材を2つ運ぶのに、3分弱ほどかかります。吐きそうです。まだ、高さが少しだけ足りないように、見えますが、もう心の限界なので建築を、始めたいと思います。足場の建築は、最後に建築を決定した場所も、建築範囲に含まれるため、ここまで木材を運ぶ必要がありません。不具合だと思いますが、遠慮なく使っていきます。あの黄色い旗の近くで建築予約を決定すれば、効率よく木材を運び入れることができそうです。雪山の近くまで飛ばします。雪山は下から見上げた時の印象よりも、実際は、はるかに高いです。実はこれ、2回目の足場建築なのですが、最初作ったものは全然高さが足りませんでした。
雪山もところどころ見えない壁がありますが、一番雪山に近づけるこの場所に、ポイントを打ちます。見えないですが、適当に配置します。黄色い旗を目指します。見えなくても、この距離まで建築予約が、引き伸ばされているので、かなり重いです。ここら辺で決定します。うまくいきました。かなりの広範囲にわたって、建築ができるようになっていますね。次に建築予約の方がうまくいっているか、確認しに戻ります。やはり少し高さが足りないようですが、この程度ならよじ登れそうなので、建築に入ります。適当に木の密集しているところで、建築を始めます。フォレスト脇を切っている時が、一番癒されます。木を切るときはね、誰にも邪魔されず、自由で、なんというか、救われてなきゃダメなんだ。これならすぐに終わりそうですが、ハードディスク容量の都合上、カットします。
これが最後の木です。完成しました。50分ほどで400本ほどの木材を回収することができました。周囲の森がすっかり剥げ上がってます。設定でオブジェクトの表示距離を最大にしているのですが、高すぎて表示しきれていません。階段を登っている最中で、画面が止まると、とても怖いです。10回ほど足を踏み外しましたが、2回ぐらい死んでます。居眠り運転です。これだけ高いと、もう景色を楽しむレベルではないですね。地球が丸いというのがよく、わかります。ジャンプなんてしちゃって、ノリノリですね。遠すぎて、曲が終わっちゃいました。すごい距離です。
おしっこちびりそうです。でも、今ちびると大事な部分が、凍傷になるので我慢です。こんな場所まで見えない壁があります。火炎瓶を投げて壁の位置を確認してみましょう。瓶が届く最大距離まで、壁が存在しています。どうやらこれ以上は無理なようです。でも、雪山へは登れないということが、分かって大満足です。本当に良かった。言い訳あるかー。このチンコ野郎、お前は皮に、守られてるのか？そんだけでかいのに、分厚い皮に守られているというのか？この野郎、この切れない斧で、割礼してやる。おら、おら、おら、悔しかったら噴火して、見ろこの野郎、ははははははは。は。以上、ご視聴ありがとうございました。